さあ皆さん、リーディング対策いってみたいと思います。今日の全体像はこちら。まずは注目ポイントをお話しして、でその後問題演習、こういう流れでいってみたいと思いますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、以前お話した内容でございます。こちらを元に今日は進めますね。さあ今日のポイントはこちら。正解へのヒントということで行ってみたいと思います。もちろん正解の選択肢を選ぶ際には絶対に根拠があるわけですが、つまり本文のこの辺りにうにゃうにゃと書いてあるので、選択肢は1番が正解だ、そういう根拠を皆さんは発見して正解を選んでるはずですね。ただその根拠を含んでる文章中に対比を示すキーワードが含まれている、こういうことが多いということを皆さんご存知でしょうか。わかりやすい例で言うとバットですよね。皆さん、バットを含んでる文章中には筆者の主張が隠れてる可能性が極めて高いので、そこを熟読すると正解が見つかる、そういう経験を持ってる方はいらっしゃるかと思います。もちろんこのヤダッチとスタディの動画でも国公立や私立の過去問演習やってますが、そこでのヒントとしてちょくちょく出てますからね。ですがそれが共通テストにつながっても当然、もしくは国語の授業でピンとくる方はいらっしゃるかと思います。特に評論文を読解するときのヒントとして対比に注目しましょうね。有名どころで言うと、しかし、そうです、しかしの後ろに筆者の主張が隠れてますよ、ですからそこを熟読してくださいね、ということを聞いたことがあるよという方は多いかと思います。それを英語で言うとまさにバットですね。もちろんそれは反対とか逆とか言っていただいても OK です。で、前回の問題でもですね、実はあったんですね。さあ皆さん、思い出していただきましょう。問題の一つにこういうのがありましたね。英語部員の話でございました。そしてそこに出てくる先生が Other students、 つまりテニスをやってる生徒さんを紹介してました。で、そこに設問が絡んでて、そこから正解が出てましたね。もちろん記憶なくてもいいんですが、英語部員と他の生徒さん、まさに反対の関係になってましたね。もしくはこういう例でもよろしいかと思います。On the one hand、 一方ではうにゃうにゃと来たら後ろに何が来ますか。 On the other hand、 皆さん見たことありますよね。一方ではうにゃうにゃだが、他方では点点点、ですから一方と他方で反対、ですから other を含んでる文章中、実は正解のヒントになることが極めて多いんですね。ですから皆さんが今日以降長文読解を演習するとき、other を含んでる文章中要注意ですね。という感じで、正解のヒントになる文章、そこには一定のキーワードですね、つまり対比を示すキーワード、それが絡むことはもう初めから分かっておりますので、それを知って読むのと、それを知らずに読むのとでは得点がかなり違ってくるかと思います。ですから当然皆さんは高得点を狙ってるわけですから、それを最初から知っておくと、他の生徒さんと差をつけることができるだけでなく、試験当日かなりの得点が見込めますよね。で、皆さん、これからそれを体感していただくために問題演習行ってみたいと思います。ということで、頑張っていきましょう。さあ皆さん、全体像はこんな感じでございます。さあ皆さん、こちらでございます。大前提となる話でございますので、ここだけ一読をお願いします。さあ皆さん、問いの1番の説明の指示でございます。まずはここから確認ですよね。さあ皆さん、どの部分を記憶に残すべきなのか、こちらご覧いただきながら検討をお願いします。もちろんここですよね。ここ皆さん、 is という動詞がございます。そうです、ですからこの動詞から右側、ここに注目ということでよろしいかと思います。ですから人々を見つけ出す、人々を探し出す、それがどこにあるのか、そこを意識しながら今から読んでいただきたいと思います。で、皆さん、選択肢が全部見えるようにですね、ちょっと画面を下げたいと思います。さあ皆さん、左側に ① ② と書いてありますが、それは説明の都合上分かりやすくするために、これが皆さん第一段落、そしてこれが第二段落と考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、人々を見つけるとか、人々を探し出す、それがどこにあるのか考えながら一読をお願いします。で、皆さん、このタイミングで選択肢、正解を選んでいただけますとよろしいかと思います。さあ皆さん、人々を見つけ出すとか探し出す、それ皆さん第二段落のここにありましたよね。そうすると皆さん、パティスペイト、参加すると書いてますよね。そうです、参加する人を見つけ出したい、探しているんですよね。もちろん文末ピリオドのところまで読んでいただいても OK です。ただ皆さん、選択肢眺めていただきますと、もうこのタイミングで参加すると言ってるものが見つかりますよね。そうです、選択肢の2番の take part in、 うにゃうにゃに参加する、ですから2番が正解ですよね。ですから設問の指示に該当するところ、
それを皆さん探し出しながら読んでいただけますと、ミスは確実に減らせそうですね。で、皆さんもちろん根拠はここでいいんですが、先ほどの対比の話、ちょっと思い出していただけるとよろしいかと思います。そうです。根拠となった文章中には対比を示すキーワード、それが入ってる可能性が高いですよという話をいたしました。じゃあ何かあるのかなと思うんですが、皆さんこの記号ご存知ですよね。そうです。コロンでございます。じゃあ皆さんコロンってどういう働きですかというと、そうです。左側が抽象。で、右側が具体。そうです。抽象具体の関係性ですよね。まさに対比。反対の関係でございます。ですから、バットやアザーと同じように、コロンを含んでいる文章中、つまり対比を含んでいる文章中、そこにヒントが隠れているんですね。ですから皆さんがご自身で練習するときも、このコロンを見つけたら要チェック。ヒントになってくる可能性もございますので、ご紹介しておきますね。もちろんこのあたりは後でまとめますので、今は聞いておくだけで OK です。では、次の問題に行きますね。さみさん、問いの2番でございます。まずは説明の指示を一読していただいて、記憶に残すべき部分、それを検討していただけるとよろしいかと思います。もちろん、動詞から右側。ですから、are going to。皆さん、未来の内容を示してますよね。ですから、未来の話をしているところ、それがどこにあるのかなと探していただけると OK です。では、検討をお願いします。で、皆さん、未来の内容と言われたら、もうここでわかりますよね。つまり、このあたり。で、おそらく皆さんはここを全部読んで、選択し、検討していただいたかと思います。ですが皆さん、このあたりヒントにしましたよね。そうです。皆さんが選んだ選択肢。それの根拠はこのコロンを含んでいる文章中ですよね。そうです。皆さんが正解だと思った選択肢には、プレゼンテーションの話が書いてあったかと思います。ですから選択肢の2番ですよね。もちろんこのあたりであれば、ダンス、食べ物、衣服。これが皆さん、カルチャー、文化というふうにも言い換えられておりますので、2番が正解でよろしいかと思います。ですから、やっぱり正解の根拠となる文章。そこには対比が絡んでるんですね。ですから、こういうことを知って読むとですね、注目すべき部分を早く見つけ出すことができますので、結果的に速読速解、つまり制限時間内に解ける。その可能性を高めることができますので、参考なさっていただけますとよろしいかと思います。で、皆さん、問いの3番でございます。まずは説明の指示を一読していただいて、記憶に残すべき部分、それの確定をお願いします。さみさん、このあたりですよね。ポイントは動詞から右側。ですから、ここに will be という動詞がございますので、そこから右側。特に good communication opportunity。コミュニケーションの話ですね。ですから、それがどこなのか。それを探すという目的意識を持って、本文読んでいただけるとよろしいかと思います。では、正解の選択肢を選ぶところまでお願いします。サミさん、該当箇所はこのあたりですよね。言語、英語。そうです。英語の話をしておりますので、コミュニケーションにつながりますよね。そして特に皆さん、この三角括弧でくぐったところ、そこを熟読していただけるとよろしいかと思います。で、なんでですかということですが、この三角括弧でくぐったところ、対比を表すキーワードありますよね。そうです。バットでございます。ですから、正解のヒントをくれますよね。で、選択肢眺めていただけると、1番は年齢の話はしていませんよね。で、選択肢の2番は日本語の話がなし。で、選択肢の3番すっ飛ばして4番。家族の話はなし。あるのは英語だけ。で、皆さん、英語でお互い喋りますよ。と言えるのは、彼らは英語に関するスキル。基本的なスキルを持ってると言ってるわけですから、英語で喋ると考えられますよね。ですから、正解は3番。皆さん、もうこれでわかりましたね。対比を示すキーワード。これを含んでるところから、正解が見つけやすくなる。これも知らないよりかは知ってる方がよろしいかと思います。では、まとめに入りますね。サミさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。さあ、今日のポイントは対比。先ほど出てきたコロンなんかは、このあたり、3番以降に書き足しますので、まずは括弧1番からご覧ください。
で、今日は出てきませんでしたが、本日以降出てくる可能性が高いのは However。 皆さん、これも but とほぼ同じ内容ですよね。しかしながらということで、前後は多否、つまり反対ですから要チェック。もちろん国語でも同じことですからね。そして括弧2番 other。 そうです、先ほどは other のご紹介をいたしましたが、 another も近いパターンですので追加をしておきますね。そして括弧3番、先ほど出たコロンですよね。もちろんコロンの前後は抽象と具体で対比。そして本日以降出てくる可能性が高いのは although とか though。 これもさ、うにゃうにゃだがという風に訳してますよね。そうです、対比でございます。そして括弧5番 instead of。 皆さん A instead of B、 これ皆さん B の代わりに A と訳していただいてもいいんですが、例文ご覧くださいね。オフィスに行く代わりに家で働きます、もしくはオフィスに行くのではなく家で働きますという風に訳していただいても OK です。ですから B ではなく A、 前後反対ですよね。そうです、外に出ることと中にいること、前後は反対ですから、インセントも要チェック。そして括弧6番、皆さん過去や未来と対比関係を示すと言われたら、そうです、 Today や Currently ともに現在ですので、そうです、現在があれば現在と過去、もしくは現在と未来、対比関係ですね。例えば現在は英語が苦手ですが未来は得意にしたいです、もしくは過去は英語苦手でしたが現在英語は得意です、という対比関係導きますからね。そして最後は括弧7番 From A to B。 もちろん訳し方は A から B まで。で、皆さん例文ご覧くださいね。2万から1万へ減少。皆さん2万ということはもともと多いんですね。それが1万まで減りました。ですから多い状態から少ない状態、つまり多いと少ないで対比ですよね。ですからこういうところが正解のヒントになるんですね。ですから知らないで解くより知って解いた方が読むスピードや解くスピードですね。特に共通テストでは速読速解が求められますので、知ってた方が何かと便利かと思います。もちろん今後問題演習をしていく中で出てきた時にコメントしますので、今は無理に頭の中に入れる必要性はないですからね。問題演習を通じて皆さんが体感していく中でですね、徐々に頭の中に染み込んでいきますので、今はスクリーンショットするだけで大丈夫です。とにかく点数に直結しますので、そしてなお一層得点に直結する話はまだまだ出てきますので、惜しみなくお伝えしていきたいと思います。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。